アスパラガス、略称アスパラは春や初夏に旬を迎えます。一般的なグリーンアスパラのほか、遮光して育てるホワイトアスパラ、表皮が紫色になる紫アスパラなどもあります。アスパラは豚バラやベーコンで巻いて焼いたり、グリルにするのもおすすめです。もちろんシンプルに茹でてマヨネーズで食べたり、茹でたアスパラに半熟卵を乗せるのも美味しい食べ方ですね。下処理方法ですが、まずまな板に置いてアスパラを回しながらピーラーで筋張っている表面を剥いていきます。その時下数センチを残しておくとピーラーに絡まりにくく処理が楽です。次に手でポキッと折れる場所で折りましょう。こちらの固く捨ててしまう部分も茹で汁に一緒に入れるとアスパラの風味が濃く茹でることができます。またスープの出汁などに活用しましょう。茹でるときは先に切ると水っぽくなるので丸ごと茹でてから切ります。塩茹でにして茹で時間は 1,2 分ほど。茹で揚げを食べるのであれば固茹でしてザルに揚げておけば大丈夫です。氷水で色止めする際は冷えたらすぐに水から揚げましょう。アスパラは鮮度が落ちると筋張っていき甘みも落ちてしまいます。長く保存せずに早めに食べましょう。アスパラを保存するときはこのように紙、ポリ袋に包んでコップなどを使って立てます。このまま冷蔵庫へ入れましょう。